小川勝次小川勝次四4月16日から1988年9月7日は、新潟県高田市出身のスキー選手、指導者。第3代全日本スキー連盟会長。1911年、競技で、デルフィ少佐の講習会を見学して以来、スキーに親しむようになる。旧正高田中学校を経て、1923年、早稲田大学小学部卒。中学。 大学を通じ、クロスカントリースキーの選手として活躍し、1923年の第1回全日本スキー選手権大会にも出場している。大学卒業後、安田銀行に入校し、1937年まで勤務。この間、1923年に大日本体育協会のスキー部員となり、さらに1925年に全日本スキー連盟が、 設立されると、常務委員となる。その後、諸務委員、専務理事を経て、第二次世界大戦直後の1946年に、副会長となり、日本のスキー界の復興に尽くした。1952年オスロオリンピックでは、スキーチームの監督を務めた。1954年に、小島サブローの公認として、全日本スキー連盟の会長に就任。 1958年の退任後は、同連名顧問を長く務めた。また、日本体育協会理事も歴任した。日本スキー史の生き地引き存在であり、日本スキー発達史などの著書もある。ありがとうございます。